アイファクポケモンハイボリューム2に1回戦2試合目です。ニトリバ選手 VS SS 選手、こちら持ち物は OK です。こちらも持ち物は OK です。さあ今回もね、なかなか面白いパーティーが、ポケモンたちが勢揃いといった形ですが、私はねちょっとニトリバ選手のポケモンの大半の育成を担っているので、まあね、どういうことをしてくるのかというのをねちょっと分かってしまっていますが、 SS 選手もまあよくマルチで戦っているポケモンではあるといったところですかね。まあただ技構成とかはいじっている可能性もあると。そうですね、初見がディアコイル、ドータ君ぐらいでしょうか。あ、一応ディアコイルも使ってたかな。ドータ君は多分見たことはないかなといった感じでしょうか。あとはいつもの方、まあ、いつものメンツではあるが、さあニトリワ選手はねどういった選出してくるか、私は非常に気になっております。さあ残り10秒、時間は大丈夫でしょうか。いや勝ちたいな。いやその心は大事だよ。それじゃあ始まります。パーティーって時なんだけど、熱いバトルをよろしくお願いいたします。あ、はい、プリズンさんありがとうございました。お疲れ様です。毎月やってるのでよろしくお願いします。それじゃあ戦いに戻って、1回戦2試合目、まず A 選手はヘラクロスを先発、対するニトリワ選手は鉄の輪立ち。はい、大丈夫です。しっかりと、タイプ相性的にはヘラクロスの方が有利に働いている感じではありますが、上側はこれで吹っ飛びます。さあ、あとはこいつがどれだけ叩いてくれるか。鉄の輪立ちは丸くなる。なるほど、防御が上がります。さあ分け、さあお互いに積んでくる形、スパイスを上げてきた。多分チコエさんと僕の発想は多分同じであろうと今白人しましたね。まあ、悪くなるというのをね採用しているからには、まあ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 、さあここでテラスタルを切って、もちろんテラスタイプは岩。まあしかし相手はヘラクロス、どうなるか、耐えてくれるのか。インファイト耐える、もう耐える、偉い。防御が下がる。外すなよ、外すなよ、マジで外すなよ。よし、さあ2倍の転がる、しかし1段階目なのでどうかな。さすがにきついと。いやーこれ落ちるな絶対。相手はね草分けで素早さが上がっております。これは SS 選手の、おっと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 、これはなんということだ。転がるにあって、どうした、インファイト嫌ったか。やった。いやこれは命中安定予算を押すのが安牌だったのではないでしょうか。まあ後続ね積んでしまってるから、できるだけ温存しておきたい。先制技でね落ちちゃう可能性を嫌ったのでしょうかね。ここは美味しい転がるでヘラクロス撃破。自覚あるわこいつ。さあやってくるのは石炭山、しかし鉄の輪の転がるは止まらない。打つたびに威力が上がっていく技なので、どうなんでしょうね。もちろん転がる当たっていく。さあ威力が高い効果抜群、これは決まってしまうのか。ラスト1匹、まさか6裏外しでこんなパーティーが。しかし最後はどうだっけ、半減にはできる。
単元そんなん知らねえな。これ4発目ですよね。ですね。さあこれは耐えるのか。飛ばした。転がる三立て最強。さあ前回大会では三立て食らったニトリワ選手がまさかの三立て。2回戦進出はニトリワ選手、おめでとうございます。